ナゴンです。今日はこれを作ります。水が滴っているのがわかるでしょうか。最初に棒を作ります。フローラルフォーム、通称オアシスと呼ばれているものを使います。木工用の大きな穴開けでですね、大体のサイズを最初に穴を開けて決めて、カッターでカットしていきます。オアシスは生け花とかに使われるものだそうです。カッターで結構簡単に切れるので加工がしやすくて、ある程度切ったらですね、手で刃の部分を回して切っていきます。ひたすら切っていきます。できました。これにハイグロロンを巻きます。ちょっと大きめに作っておいて、余白部分でグルーガンで固定する感じになります。水が滴る部分を作っていきます。この水中ポンプを使います。500円ぐらいで手に入ります。あと水槽用のエアチューブを使います。でオンすると水が出ます。エアチューブにエピエブで栓をします。これでどうなるかというと、水がこういうふうにちょろちょろ出るようになります。他の箇所にも穴を開けて水がいろんな箇所から出るようにします。先ほど作った棒にですね、つけてテストしてみます。良さそうですね。エアチューブはビニタイで固定します。ハイグロロンを巻いていきます。エアチューブごとグルーガンで固定する感じですね。これでエアチューブから出た水がハイグロロンを伝って下にポタポタ落ちるという感じになります。蓋も作ります。これで円柱部分完成ですね。電源をオンするとこういう風に水が染み出すようになります。植栽していきます。南米ケージのですね、綺麗な緑の苔ですね、これ多分ハイゴケだったと思うんですけど、ここ一番上に巻いて、あとウォーターローンを使います。ウォーターローンは活着するので壁に使うのおすすめですね。緑もかなり綺麗なの でこれ縦に長い棒なので、ウォーターローンを斜めに貼ってアクセントにします。葉がちっちゃくて密生する感じのブセファランドラを貼っていきます。ブセはだいたい暗めなので、明るいウォーターローンとコントラストになるように貼っていきます。
あとはクダガンミニですね。だいぶそれっぽくなってきました。なんとホマロメナを使います。最初人工水苔で固定しようと思ったんですけど、うまくいかなかったので水苔だけでいきます。水苔で根をガードしてる感じですね。水苔もグルーガンで固定します。苔が出てると見栄え的にあれなので苔で隠していきます。ホマロメナの固定がちょっと問題があったので、モスコットンで一周ぐるっと巻いて固定します。これで完成です。意外と簡単にできると思うので、よかったらやってみてください。今日はこれぐらいにしときます。バイバイ。